飛行するソニー J-1124,439 ー J スーパーサベージは、ノースアメリカン社が1950年代初めに、アメリカ海軍向けに開発した試作艦上攻撃機。搭載エンジンの問題から2機の試作のみで、開発中止となった。愛称のスーパーサベージは、元の機体のアージサベージの愛称のサベージにスーパーを合わせた言葉。 社内故障は、ナナマイ百1 6 3ノースアメリカン社が以前開発したアージサベージの拡大発展型として試作した。搭載予定の T40 エンジンに関する問題点が、次々と浮上したことから、製造された2機のうち某ナンバーワン24439は、飛行数回で、某ナンバーワン24440は、飛行試験を行う前に開発中止となった。 A2J は能力が不足し、艦上機として満足できるものでなかったアージサベージに変わるものとして計画された。A2J は基本的にアージの拡大版であり、2機のレシプロエンジンの代わりにアリソン T40 ターボプロップエンジンを装備し、またビブには取り外し可能なターボジェットエンジン1機を備えていた。艦上機であることから主翼は折りたたみができる。 胴体内には爆弾層が設置され、ビブには自衛武装として遠隔操作式の機銃を装備する計画であった。試作機2機の製作は1948年10月1日に始められたが、エンジン開発の遅れから初飛行したのは1952年1月4日のことであった。共作となったダグラス社製のソ 3D スカイウォーリアーの試作は、 A2J の試作命令が出された翌年に開始され、1952年10月に初飛行を行った。A3D がはるかに優れた性能を示したことが、A2J の運命を決定づけた。A2J の失敗の根本的原因は、アリソン社の T40 エンジンの開発の遅延と低い信頼性によるものであった。T40 エンジンは、 アリソン T38 エンジンを2機組み合わせ、ギアボックスを介して2つの大きなコントラプロペラを回転させるという斬新な設計であったが、信頼性が極めて低いことが明らかとなった。T40 エンジンは、同じ海軍で開発中の A2D、スカイシャークと X 海 -84H サンダースクリーチにも使われていたが、エンジンに起因するいくつもの不具合により、 いずれのプロジェクトも中止された。ソニー J-1 ありがとうございます。